半間家の本家の半間岩先生です。またですね、世界のバイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。あと科学者でもあります。でですね、私とね、普通の人と違うというのがあります。でですね、投資でもですね、1億円近く、投資しておりまして、資金でですね、で、身の回りにね、本家でもありますしね、半間家の本家の王様でもありますけれども、ちょうどですね、スペシャリスト1億円近く資金を上す、ベテランの経験者なんですかね、銀行の ATM も私は大昔に人間たちのね、開発しておりますけれども、オムロン系統でね、私が開発しました。で、金融関係はもう大昔から仕事してるんですけども、私の方はね、また本物の貴族でもあるんですね。でね、で、自分の防衛というか生き方ではね、ちょうど、偶然が働くんでしょうけども、能力の関係でね、スペシャリストで1億円近く投資するベテランであるということもあったりとかですね、自分の防衛システムっていうのは大きくあるんですね。イソギンチャクみたいなものを、イソギンチャクってご存知ですかね、魚ね、がよく隠れてるね、周りにイソギンチャク、そういうようなね、自然に総合的にできたね、中で私の場合は生きてるわけなんですね。で、イソギンチャクっていうのは、ある系統の仲間じゃないとね、食ったりしちゃうんですね。でね、その中いると仲間だと食われ、お腹空かない限りね、特別なことはない限り食べられたりしないんですよ。ね。で、そういう防衛システムがあった方が生きやすいということで、危険もありますけどね、イソギンチャク、やっぱ裏切りますからね、たまに食っちゃうんですけど、そういうようなね、ことで1億円近くお金をね、動かしますから、非常に自分の付けの上に例えば1億円を置いてあるみたいなもんですからね、他人を仕事場に入れないとか、身の回り日常いつでもね、安易に入り込めないということです。の場所の均衡、イソギンチャクみたいなものの中でいつも生きているわけですね。ですから、普通の人が入れないようにしないといけないわけですね。犯罪者は特に近づいて来れないようにしないといけないわけです。で、仕事関係でね、そういう防衛用のことがスペシャリストまで許されると、普通じゃ許されないわけですね。安易に入り込んだら処分してしまうという、殺してもいいというようなね、のがありますから、普通の人だったら職ではね、やっちゃいけないんですね。で、
若い時、二十歳代にもうセコムの管理職までね、勤めたことは あるわけですね。で、警察の仕事もやってるわけなんです。で、保安に対してよく、大金なんか持ってる時はもう、例えば、ね、何億も、何十億も、ね、取り扱うわけですから、そうしますと、泥棒が入ってくるわけですね。そういうのに対して忠告しても盗もうとするときには発砲してもいいわけですね。だから殺してもいいわけなんですよ。でね、またそういう専門家を、だからいいね、国で認められた人が保安を取るわけですね。で、日本でも外国日本関係ないわけですね。警察官はね、そういうふうに対応するわけですね。で、まあ警察の仕事も関係も一緒にやってきてるわけで、そういう実績、経歴があるわけですね。で、金融関係がな、あるというですね。で、まあ泥棒は警察官も多いですけどね、信用しちゃいけませんけれども、そういうことで、ね、一緒にいると私は平気だけども急ぎん着の中にいて仕事してて大丈夫なんだけど、他の人は一緒にいると私のルールでもちょっと外れると、やっぱあの工事現場と同じようにちょっと足場外したりとかして死んじゃうんですよ。仕事中であろうでなくても、普通の生活一般でいても、そのいろんな道具はあるわけですけども、